赤ギカメムシはカメムシメキ金カメムシ科の昆虫。熱帯域から亜熱帯域に分布する大型の金カメムシの一種。アシャ海生を営み、乱海や幼虫をメス親が保護するほか、時に成虫が大集団を形成する。また、色彩の変異が顕著である。色彩は赤から白までの変異があり、これは地域と個体の成熟に関わるとされる。 また、肩の棘は地域によって変異がある。体長は17から26ミリメートルの大型のカメムシ。日本本土のカメムシ類では、オ金キンカメムシやオヘリカメムシより大きく最大級である。外見は典型的なカメムシ型。オ金キンカメムシなどよりは縦長な形をしている。背面はなだらかに盛り上がり、覆面はやや平ら。頭部は三角、前胸は 左右に張り、最も幅広い。その両端は軽く尖るか、鋭い斜め前向きの棘がある。それ以降の背面は、小立板によって覆われる。後端は、次第に狭まって、やや突き出して終わる。後端から、膜状の羽が突き出る場合がある。反紋や色彩は、変異が多い。基本的には、前胸と小立板は、同色で、似たような反紋になる。 前胸には、中央より左右に前後二つ、その外側に一つの黒縁、小立て板には、小中線に沿って、前胸の少し後ろと後端より少し前に、縦長の黒縁、その両側中ほどには、前の黒縁の少し後方と、後ろの黒縁の前方に、葉の字に並んだ黒縁がある。これらの大きさは、個体差があって、消える場合もある。その周囲は、基本的には、 明かり赤色で、黒縁の周辺が黄色っぽい。この地色は、濃いものから薄いものまで様々で、場合によっては、全体に白っぽいものも見られる。いずれにせよ、艶はない。全境のトゲについては、地方変異である。日本や台湾のものでは、トゲはないが、インド、マレー半島などでは明確なトゲが見られる。また、色彩変異については、少なくとも、その一部は、 同一個体の強じ的変化だとされる。港は沖縄県において沖縄本島では黄色の個体が八重山諸島では赤い個体が多いとの通説を引きつつ沖縄本島の観察で羽か直後には鮮やかな赤であった個体が次第にオレンジ色から黄色に変化したと述べている。八重山に赤い個体が多いのは羽か回数が多いために 若い個体を見ることが多いためではないかとしている。食草である赤目ガシワのほかウ裏ジーロ赤目ガシワ、オオバギカキバカンコの木、アブラギリ、オオサザンカなどに飛来するが、幼虫の食草は、主として赤目ガシワである。メスは数十個の卵を一層の集団で産みつける。台湾での観察例では、卵は約8日で孵化し、一例幼虫はそのまま乱海上で集団を作る。 約6日後に脱皮して2例となり、ここで移動を開始して、赤目がシワの果実に移動、接触を開始する。年に2から3世代を繰り返し、最初の出現は4月である。ただし、生活史の詳細は謎が多い。口述のように大集団を作るという点にも謎が多い。これについては、繁殖が広範囲で行われる上に、成虫集団の分散や移動、それに、 集合の繰り返しが行われながら、次第に大集団ができるといった流れがあって、独立した集団を追跡することが難しいため、と考えられている。メスは、食草の葉裏に卵塊を産みつけると、その上にまたがるようにして静止する。そのまま、一例幼虫が孵化し、二例となって移動し始めるまで、そのまま守り続ける。台湾の観察例では、メス、成虫はそのまま死亡したというが、 石垣島の観察例ではその場を立ち去ったという。この間、メスは近づくものに対して体をその方向に傾け、その接近を妨げる行動をとる。また、沖縄本島での港の観察では、高温下で前足大切から出た粘液を興奮でくっつけるのが観察されている。逆に、天敵に対する防御の様子は観察できなかったという。このか。 台湾の観察例では、実験的に放卵中のメスをタコ体も卵海に移動しても放卵したこと、放卵中のメスを幼虫群の上に移動させても、そのまま保護したこと、また放卵前のメスを卵海に置いても放卵しなかったこと、放卵中のメスを他に移動させた場合、しばらく静止した後に移動していったことが確認されている。石垣島での観察例では、発泡スチロールで作った、 二次覧会も保護の対象になったことが観察されている。放乱中のメスコの種は、成虫の集団が作られることも知られている。植草の赤目がシワ以外の木においても、一枚の葉に数十頭が集まり、しかも樹木の多くの葉に、そのような集団が形成されることで、全体として何千頭にも達する密集した集団を作るのが見られ、その姿は、 樹木が大々色の果実をたわわに実らせたごとくとされる。この理由は不明であり、これを冬眠としたものもあるが、集団は火器に見られる。港はこれが交尾に関わるものとの言及をしている。藤崎は熱帯性の昆虫において火器に集団を作ることで湿度を保持し、呼吸を抑えて休眠を安定させる効果が知られている例を挙げて、これに類する現象である。 可能性を示唆している。幼虫は赤目ワの果実の上に集団をなすが、時に食草のそばの別の葉の上で集団を作っているのが観察される。これについては脱皮の前であることが観察されており、いわゆる脱皮集団であると考えられている。東南アジアなどの熱帯域に分布。南方定点の気象観測船での最終例が知られており、 この書は長距離を飛行して移動する習性を示すものと考えられている。南西諸島が北限とされていた。日本では本土においては元来は生存しなかったようであるが、薬島、種子島から九州や四国、本州南岸でも採集される事例が生じており、一部では定着している可能性も示唆されている。 九州地方や中国地方では繁殖していることが判明している。2018年には北海道の道南地方で初めて2匹が確認された。2020年には関東地方や東北地方で目撃されたほか、北海道松前町でも確認され、さらに北海道博物館の調査では8月から9月にかけて北海道各地で確認された。カメムシ類に 特有の周期を出すことはなく、作物への害もないとされている。ただし、分布域の拡大が進展しており、生態系への影響が指摘されている。国とも P217 坂口 P98、P101ABC 港 P77 国とも、P217 立川 P61 この分のみ、港 P77 この章。 立川 P61 から62藤崎 P34 藤崎 P36 藤崎 P36ABCDEFG 東南アニ、生息の赤ギカメムシ、道内広範囲で確認温暖化影響か。北海道新聞。 https://www.hokkaid-np.co.jp o スラッシュアーキクルスラッシュ5462302021年5月21日閲覧。国友 P P217 ハット川宅、川河村 P87。ありがとうございます。